2018年6月12日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめようの時間です。今日もお相手は北海道札幌出身、また近いうちに札幌に帰ろうと計画しています。一人暮らしの85歳の母に会うためはもちろん、小さい頃からとってもお世話になったおばちゃん、父の姉になりますが、おばちゃんに会いに改めてお礼を伝えに介護施設に入ったというふうに聞いたのでね、おばちゃんに会いに帰ってこようと思っているところであります。北海道札幌の生まれでありますけれどもね、もうこちらに来てからの方が長くなりました。戸塚に住んで32年目となります。パーソナリティー相浦弥生が今日もお相手です。高齢になっても、そして病気の時にも、障害を持っても安心して暮らせる街づくりを目指して、介護、福祉、医療の情報を温かい形でお届けしていきたいと思っています。ハグザライフ、命を抱きしめよう。皆さんに質問を投げかけさせていただきました。公園にあるシーソー、ただ今はあまり見かけなくなりました。私の小さい頃は立派な遊具はなかった代わりに、ブランコとシーソーと滑り台はあったなぁと思い出します。そのシーソー、他の名前で何て呼びますかという問いかけに、たくさんの方たちからお返事をいただきました。圧倒的にギッタンバッコン、これが8票でしたね。タイガお兄ちゃん、小学生のタイガお兄ちゃんはそんな呼び方はしないでシーソーというそうです。タイガお兄ちゃんのお母さんのコンちゃんはギッタンバッコンに1票といただきました。まあ、この後も他の呼び方、地域によってあるかもしれませんのでね、ぜひ教えていただけると嬉しいです。今のところはギッタンバッコン、これがシーソーのもう一つの名前ということで浮上しています。いえいえという方はぜひともお知らせくださいね。さあ、今日のハグザライフ、命を抱きしめよう。リンゴとグレープフルーツと桃が登場します。一体どこで出てくるのか見つけてみてくださいね。今日のオープニング、後のメインコーナーはスポーツボッチャとはと題しまして、上杉田特別支援学校のさつか校長先生と水田先生がスタジオまで遊びに来てくださいまして、ボッチャのことを語ってくださっています。熱く熱く語ってくださっています。映像をお見せすることなくラジオで解説していただいていますので、皆様どうぞイメージを膨らませて自分なりのボッチャを、こんな競技だなというのを思い巡らせてくださいね。そして連続エッセイはこんちゃんのどんどこももんちゃん、どんどこん、あ、どんどこももんちゃんですね。よかったよかった。これでね、この絵本、同心社から出ている絵本、これが次男の優雅くんが大好きだということでね、
この本のことをエッセイに綴ってくれています。ももんちゃんのお話どうぞお楽しみください。お便りコーナーには今日もたくさんの皆様からいただいています。放送を聞いてすぐにメッセージを、寄せてくださった皆様ありがとうございます。東戸塚地域活動ホーム光の斉藤理事長、そして薩塚校長先生、それからリラの家の佐伯さん、朝比奈先生、日野南特別支援学校の朝比奈先生からも、るんちゃんは届けてくれましたお手紙を、それから浜野バタヤン、今日は CD を届けできませんが浜野バタヤンのメッセージご紹介していきます。ハグザライフ命を抱きしめよう、53分の番組、どうぞ最後までお付き合いください。この番組を支えてくださる4社の皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上4社の提供でお送りいたします。ハグザライフ命を抱きしめよう、スタートいたします。それでは今日のメインコーナーです。出会いがありましてね、上杉田特別支援学校の薩塚校長先生と再会いたしました。どうしてもたくさんの皆様にこれを伝えたいという薩塚校長先生の熱い思い、これを聞きましてスタジオにぜひ見学およびご出演をお願いした次第でございます。障害を持つ方たちも共に楽しめるスポーツ、ボッチャとはと題しまして、今日のメインコーナー、薩塚校長先生と水田先生をスタジオにお招きいたしましてお届けしていきます。それでは今日はボッチャというこのスポーツ、これをたくさんの人に知ってもらいたいというその熱い思いをスタジオで語ってくださるべく、スタジオにお越しいただきました薩塚先生です。どうぞ自己紹介をお願いいたします。はい、どうもこんにちは、横浜市立上杉田特別支援学校の校長の薩塚と言います。よろしくお願いいたします。はい、上杉田特別支援学校は先生、保土ヶ谷区になりますですか。はい、ちょうど相鉄線でいうと西谷の駅、そこから山の方へ登っていくと神奈川区にぶつかりますけども、ちょうど神奈川区と保土ヶ谷区の境目にある学校になります。はい、そこの校長先生をしていらっしゃる薩塚先生です。さあ、ボッチャのお知らせをメールでいただきましてね、そこに行き着くまでにはいろいろな不思議な出会いがあったりということでありますが、このボッチャということ、私初めてこの名前を知ったんですね。ラジオをお聞きの皆様にも知らない方もたくさんいらっしゃると思いますが、ボッチャとは一体どんなスポーツなのか。ボッチャがですね、今オリンピックでもカーリングというのが非常に話題になっています。この氷の上でやるカーリングに非常に似ているスポーツ。しかし、室内、また芝生の上でもできるけれども、白いボールに赤と青のボールを投げて、
どちらが白のボールに近いかというところで勝負が決まっていくという、うん、まあ、非常に簡単なスポーツで、投げてもいいし、転がしてもいいし、はい、蹴っ飛ばしてもいいしという、あのボールの投げ方については全く制限がない。なので、幼稚園生から高齢者までみんなでできるスポーツだなって思います。はい。さつか先生がこのボッチャと出会ったそのいきさつ、うん、そして実は今回第3回関東爽やかボッチャ大会が7月8日日曜日に横浜市の、あのラポールという新横浜にあるこちらのアリーナで行われるということでね、はい、まあ、そこにたくさんの皆様に初めてでも見に来てっていうそんな思いでね今日来てくださったわけですが、遡ること3年前になるんでしょうか。そうですね、まあ、3年前にちょうどオリンピックでパラリンピックの時に、日本の選手が初めてボッチャでメダルを取ったという報道がありました。まあ、それでボッチャというものを知ったのが初めて。しかしその保土ヶ谷区の中にうちの学校の子供たちが、まあ、お母さんと一緒にボッチャの大会に出ていたと。保土ヶ谷区の中で、うん、ボッチャ大会が開かれていたんですね。保土ヶ谷のスポーツセンターとかですか。そうなんです。まあ、それで保土ヶ谷の地域の、うん、方々が割とボッチャに、うん、ハマってる人たちが多かったというのが、まあ一つ。で、じゃあぜひ、そうやってるならば、うちの学校で会場にして、ボッチャができないかと考えて、まあうちの学校の体育館が綺麗になった、そのちょうどその時に、改装で床が綺麗になったので、はい、ここを会場にして、神奈川県内みんな集めて試合やろうというので、大会を企画したのが初めてです。それが第1回目は去年、一昨年。はい。はい、2回目昨年やりましたけども、やはり障害のある子とお父さん、はあ、またはその担任という、うん、まあ、3人チームで1人だけその手帳を持ってる子であればいいというルールでスタートして、やはり1回目2回目通してその保護者の方から、まあ、うちの子とこんなにスポーツ一緒に楽しめるものがあるんだと、ぜひこれこういうスポーツ大会もう少し盛り上げてほしいなっていう感想をもらって、うんうん、はい、まあちょっとやりがいっていうかな、燃えてきたというのが現状です。さつか先生に燃えさせるとこれはもうとことん行っちゃうよっていう、 ね、 噂は聞いておりますが、はい、もう本当にもう今日もなんかスキップするようにスタジオに入ってきてくださってもう本当にもう素晴らしい、うん、楽しい。なのでまあうちの学校だと小さい、はい、まあ、スペースなので、まあコートが3面しか取れなかったんですね、うん、ですからまあ多くて、12チームで、やはり参加に希望したいという人たちが増えてくるだろうという予想で、はい、まあ将来はラポールのような広い体育館で、まあいろんな人を呼んで試合をやろうというふうに考えていて、まあ早く3年目にして実現したっていう感じですね。うーん、そうなんですね。じゃあ保土ヶ谷の、スポーツセンターでっていうのを聞いた時には、先生、あ、東大元暮らしだって思われたでしょう。そうですね。でもなかなかボッチャっていうものを全く知らなかったもんだから、はい、やはり、まあ、我々から地域や一般の人たちにもうもっとこうボッチャを知ってもらおうというような気持ちで今やっているところです、はい、先生、そのあのコートの広さとか、そしてお一人だけがあの福祉手帳を持っている方がっていうの、この辺のルールというのはこの関東爽やかボッチャ大会ならではのものなんですか、独自のものなんでしょうか。まあ、あの一般的なルールとほぼ変わりはないです。しかしあまりその正式のオリンピックに出てる人たちと同じルールにすると、うん、まあ、非常に難しいとこもある、はい、まあ、実際は投げれない方が滑り台のようなランプっていうものを使って投げるわけですけども、そのランプの方向をセットする人は、うん、白いボールの方を向いてはいけないっていうルールがあるんですね、はあ、なので選手の目とか表情で右左を、あの、
コミュニケーションしながらセットすると、これを振り向いたりすると反則になってしまうと。その方をアシスタントと呼ぶんでしょうか。その方が見て、あそこに行って方向性を決めてしまうと、うん、もう一人の力がそこに加わるってことです ね、 ね。なので今回私たちの大会は、うん、はい、まあ、そういうアシスタントの方がいた場合は、はい、まあ、首をひねって見てもいいよと、あ、投げる方向を見ていいよという、はいはい、まあ、柔らかいルールにしてるんです、ね、オリンピックは違うということなんですね、はい、そこに審判がいて、うん、ということなんですか。そうでした。ですから、はい、まあ、普及を目的として、はい、まあ、このボッチャの大会はやってると、うん、でもっと上を目指したいっていう人が出た時には、まあ、ラポールやいろんなところに行って練習積んでオリンピック目指してほしいなって思います、はい、白いボールと赤いボールと青いボール、これは白いボールに向かって2つのチーム、赤と青のチームが近いところに投げたり蹴ったりするんですよね、うん、はい、ボールの大きさはどのぐらいなんですか。まあ、だいたいリンゴぐらいな大きさかな。あ、そんなちっちゃいですか、はい、あ、まあ、ちょっと大きめな、大きめなリンゴ、グレープフルーツみたいな感じあ、そうですか、はい、なるほどなるほど、まあ、手合わせてちょうど輪にしたような感じね、うん、はいはい、このくらいの大きさに。それのボールの素材は、これはまあ、いいボールだと革でできている、はい、で今あんまり普及されてないので、はい、まあ、ボールセットを買うにしても、うん、ちょっと高額になってしまう、まあ、6万7万もしてしまうと、うん、なのでなかなか一般の家庭では買えないし、うん、企業でもなかなか買いづらい値段だと思うんですね。ですから、まあ、少しレクレーション的なボールも、まあ、2万円もあれば買えるものもあると出てきてますから、まあ、そういうものを学校や家庭でも買って、なんかみんなでできたら広がっていくんじゃないかなって期待してます。なるほど。で、さつか先生のお家にはそれがあると。実は買いました買いました。そうですか、はい、まあ、ちょうどアマゾンで、はい、まあ、宣伝になりますけれども、1万8500円で安かったので、はい、まあ、どんなものかちょっとチャレンジして買ってみました。ボールは白が1個、はい、赤青が6個ずつなんですね、はい、6個投げて、まあ、勝敗が決まっていくっていうゲームなんですね。じゃあその1つ目のボールもそこに置いといたまま、うん、次の人がまた2個目を投げるという感じで、まあ、基本的にはじゃんけんして勝ったらば、うん、まあ、先行、はい、先行の人が白いボールを最初投げる、うん、あ、はい、で同じく同じ人が赤のボールを投げます。そこに近いように、うん、また白と赤のボールが前に飛んでる状態ですよね、はい、また次は青のチームが白めがけたりして投げます、はい、ぶつけてもいいんです。ぶつけてもいいし何してもいい。白にぶつけてもいいし赤にぶつけてもいい。で全部で6球投げておしまいということになるんですね。で最後に、で最後は、うん、白に一番近い色が勝ちで、反対側の一番近いボールの半径の中に赤のボールがいくつ入ってるかで2対0とか1対0という点数が出る。そうなんですか。でそれをまあ4から6ゲームやって、はい、まあ、総得点で勝敗が決まるっていう感じですね。はあ、得点板がどこかにあって、はい、そこに点数が表示されて、うん、そうね、あ、そうですか。割とやっていくと、うん、作戦がだんだん分かってくる、うん、白と相手のボールの間に自分のボールをセットすれば、うん、相手は投げづらい、うんうんうん、自分の敵のボールに当たってしまうから、うん、当たれば敵のボールが白に近づくよりと、うん、いうので、なかなかあの奥の深いスポーツだなっていうふうに思います、うん、はい、そして車椅子の方も、うん、車椅子の方も、うん、まあ、当然、まあ、手で脳性麻痺の方で手が使えないっていう方は、はい、そのランプという滑り台のようなものを使って、まあ、とにかく自分の頭にアンテナをつけて、あ、ボールを維持して、はい、自分の力だけで維持して、あ、自分の力でボールを放つ。あ、
あの、ね、ホームページ見ますとね、はい、そうなんです、おでこに何かねついていてって、これはそのそうなんです、ね、ボールをそこまでキープしているものなんですね、うん、アシスタントが乗せて、はいはい、麻痺の方がそのスマイルの方が、うん、頭についてるアンテナでボールをしっかり押さえる、うん、そうするとアシスタントが手を離すと自分で維持してるってことになりますよね、うん、で自分の意思で自分の意思でね、手と足はなかなか思うように動かない、そうね、そのお子さんたちは、うん、その頭にヘアバンドのようなものをつけてその先のところで、そう、あとは自分の意思でね、そうですね、ボールをセットされたものを、はい、自分でボールを押して転がすとか、うんうん、とにかくボールを投げる転がす最後は自分でやるというようなルールでやってますね、うん、あとは手も、うん、なかなか使えない、頭も使いたくないっていうと、はい、うんうん、足で足先にゴルフのパターのような平らなものをつけといて、はい、で足でキックして転がしていくっていう選手もいますね、うん、ある意味でそれはどこを使ってもいいよって、うん、そうなんですね、もしかしたら私たちがわからない、うん、ところでね、実はそこを動かして自分の最終的に意思でっていうことも出てくる可能性だって山ほどありますね。そうですか。いやもうあの映像のないこのラジオの世界で初めてのボッチャを解説するというこの難しさに佐塚先生とあゆらやゆは挑戦したわけですね。今イメージを上げましたでしょうかね。ねえ、質問がこれからどんどん来るかもしれませんが、はい、先生これが、ね、放送された時に、はい、またそれには答えていただきながらって、うん、ボッチャが ね広がっていくと、ですから7月の8日にラプールで、うん、はいはい、まあ、関東爽やかボッチャ大会ということで、はい、あの割と茨城県千葉県から東京からも参加者が来ているということなので、はい、まあ、試合の合間に空いてるコートで体験コーナーも準備してますので、はい、ぜひあの試合の状況を見て一回やってもらうと、なんかボッチャの楽しさにこう理解深まり、やってみようかなって気持ちが高まってくるんじゃないかなと思います、はい、ラポールのアリーナはあのこう2階席といいますか、上から、ね、見れるような観覧席、はい、マーカー2階でもいいし、はい、1階でも、 あ、 1階でもあの見れるスペースが周りありますから、そうですか、ぜひそのすぐ近くで、はい、はい、じゃあ詳しい時間などをお伝えします。7月8日日曜日の9時30分から16時までということで、長丁場ですね先生、はい、何試合も、まあ、予選リーグやり、はい、その後決勝トーナメントっていう形になります、はい、新横浜の駅から、まあ、ラポールに行くバスも今はありましたですか。あります、ね、はい、はい、まあ、あの無料バスが出てますので、はい、まあ、そこからうまく時間が合えば行けますよね。そうですね、ちょっと調べていただいて、歩いても10分ぐらいでしょうかね、10分ぐらいでしょうかね、はいはい、このメダルが今あのデザイナーに、まあ、デザインを頼んでいるもので、まあ、普通の運動会いろんなスポーツ大会でもらう金銀銅とはちょっと違うものなので、これまた参加者も喜んでくれるんじゃないかなって思います。一緒に来てくださった水田先生からも一言。校長先生から、今参加の方あの言われたんですけども、あの雑用係に徹しながら、はい、皆さんのファインプレーをあの応援したいなと思っています、はい、みんなが参加できるっていうところはとても素敵だなと思って、皆さんの熱いプレーをあの見て雑務に徹したいなと思っています。せーの、ボッチャボッチャボッチャ。さつか校長先生、そして水田先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のメインコーナーでした。それではここで一曲お届けします。ボッチャに関わる楽曲、さつか先生、水田先生、何がいいでしょうかとご相談したんですが、お返事が来ました。ボッチャがテレビに出てきたのは2016年リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックで日本選手がメダルを取った時が最初でした。
それで私たちもこの大会を企画したということで、当時のオリンピックテーマソング安室奈美恵ヒーローをお願いしますといただきました。お届けしていきます。それでは今日の連続エッセイです。この連続エッセイの BGM はハッピーエンド主義というタイトル、私の友人のお子さんてっちゃんが弥生さんのラジオの番組の中でどうぞ使ってくださいと許可をしてくださった。パソコンでこう打ち込んださまざまな楽曲が入った CD の中からこのハッピーエンドを選んだわけです。この曲にぴったりな今日は連続エッセイです。こんちゃんの連続エッセイ。こんちゃん二人目出産と子育てを通して、今日はどんどこももんちゃんです。つい先日保育園へ次男優雅をお迎えに行った時に、読んで読んでと駆け寄って持ってきた絵本を紹介したいと思います。タイトルはどんどこももんちゃん。大きな頭におむつ一枚、どうぞ皆様想像してくださいね。ピンクのほっぺにつぶらな瞳、髪の毛がチュンと立っていて、まるで顔が桃みたいで愛嬌たっぷり、思わずうちの子に似てると言いたくなる愛らしい顔の赤ちゃんがももんちゃん、この絵本の主人公です。ピンク色の表紙の絵本、同心者の絵本であります。どんどこ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 、ももんちゃんは急いでどこかに向かっています。どんどこ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 、一人で橋を渡り坂道を登り、やっとたどり着いた山の上では大きなクマさんが当選簿、するとドーン、ももんちゃんはクマさんを投げ飛ばし、ひたすらどんどこ進みます。進み続けるとどち、あら大変、転んで頭をぶつけちゃった。でも涙を浮かべるぐっと我慢、それでもどんどこどんどこ、ももんちゃんがどんどこどんどこ急いで行く、その先で待っていたのは、とこんちゃんのエッセイ、ここで一区切りなんです。最後はそうだったのねと誰もがほっこり安心、簡潔で大胆な展開と声に出して気持ちのいいリズミカルな言葉に乗って、あっという間に最後のシーンまで引き込まれてしまいます。優雅は転んでドチッという箇所がつい一緒に行ってしまうくらい好きなシーンです。ドチッとか、このどんどことか、ももんちゃんとか、なんて言うんでしょうね、と一般的な土手とかももちゃんとかとは違う、このひらがなの並び方が、リズムが私はとっても好きで、そこにこう集中しながら
お母さんはお子さんに読んであげることが、読み合うことができるかなって思いました。私はこの本手に取っては見ていないので、最後がどうなっているのか予想したいと思います。皆さんはどうですか？どんどこどんどこ急いで行ったその先で、ももんちゃんを待っていたのは、ママかな、それともおやつかな、大きな桃なのかなって思いますが、この予想を覆すような最後なのかもしれませんね。ももんちゃん遊ぼうシリーズの代表作品、どんどこももんちゃん、豊田和彦作でした。またこんちゃん、お気に入りの絵本のエッセイも送ってくださいね。待っています。それでは代理コーナー、今日は多分今までのハグの番組の中で一番たくさんのお便りが届いた日だと思われます。本当にありがとうございます。まず最初は東戸塚地域活動ホーム光の斉藤理事長からいただきました。先週の放送で斉藤理事長のインタビューをお届けしましたけれどもね、それを聞いてくださってのメッセージであります。九州一周のバイクでの旅の途中です。わお、先ほどの放送を聞きました。よく構成されていたのでほっといたしました。でも伝えることの難しさも実感できましたといただきました。またの機会を期待してもよろしいでしょうか？もちろんです。また理事長よろしくお願いします。そしてですね、追伸といたしまして、我が FM 戸塚のスタッフの中にも若い、スタッフ、バイクが大好きでね、北海道をね、バイクで走りましたという、そのスタッフに、この、斉藤理事長の話をしたところ、すごい体力ですねと言ってましたよ。何 cc のバイクなのでしょうか、我がスタッフは 250cc のバイクだというふうに話してくれましたが、斉藤理事長教えてくださいね。そしてその追伸ではこんな風に綴られています。4日かけて時計回りで九州の淵を約1300キロ。わあ。道の駅の軒先でシュラフに潜り寝ながらの旅。最後の晩だけ佐賀県の友人宅にお世話になりました。今日はひたすら朝からあいにくの雨ですが、家に向かって走っていますと。若い斉藤理事長。また九州の旅の話も聞かせてください。あれですね、ブエナビスタに登場していただこうかなとも思っています。ありがとうございました。そして次は佐塚先生からであります。たくさんいただいたものですからね、どの順番でというふうに考えながら、次は佐塚先生です。上杉田特別支援学校、今日のメインコーナーでボッチャについてお話をしてくださいました。先生から、校長先生からのメッセージです。楽しいひとときありがとうございました。7月8日の関東爽やかボッチャ大会、盛り上がっていくと思います。この放送を聞きの皆様、新横浜のラポールメインアリーナで7月8日日曜日9時30分から16時まで行われます。詳しい大会要項などもね、送っていただいていますので、また確認を皆様してください。私も行く予定でおります。ボッチャの曲はヒーロー、
今日コーナーの後にお届けしましたけれども、実はこんな風にお便りが続いています。誰もができる、一緒に楽しんで輪を広げることができる、人と人がつながっていく、外に向かって出ていこうとする気持ちを高めるために、このボッチャというスポーツを活用したい、この思いをイメージして特別支援学校教員が作曲と編曲をして作ってみようと今動いています。楽しみですといただきました。まあ楽しみですね。朝比奈先生はボッチャの曲作っていますかってね、先週もお届けしましたけれどもね。そうですか、いろんなボッチャの曲ができるとまたこれも素敵です。そして佐塚校長先生からのお手紙は続きます。高等部の京都修学旅行は6日水曜日8時10分新横浜を出発、京都で昼食後福祉タクシー10台に分乗して西本願寺33元堂を経由し、嵐山嵯峨野駅近くのホテルに向かいます。もうね、新横浜で新幹線に乗るまでの間、何分何秒の間にこの車椅子を先生たちがみんなで分担してっていうね、その話も聞かせていただきました。大変な苦労をしながら、でもみんなを京都に連れていくんだという思いなんだと思います。そして7日翌日は金閣寺などを村回り、最終日8日は人力車体験をしながら嵐山散策、14時5分京都発で16時22分新横浜着というスケジュールです。楽しい修学旅行にしたいです。応援ありがとうございますといただきました。わー、さすが先生、お戻りになりましたらね、また改めて、報告をお願いいたします。さあその次は水田先生からです。さすが先生とともにご出演くださいました上杉田特別支援学校の水田先生からのメッセージです。弥生さん、横浜の梅雨スタートですね。先日は素敵な時間をありがとうございました。佐塚校長先生も子供のようにキラキラとして笑顔がとても印象的でした。スタジオ収録の時ね、そばにいてくださった水田先生です。これからもこのご縁が続きますように、いろいろな方々がつながっていければなと思います。ありがとうございました。水田明子先生、さつか校長先生とともにね、スタジオでの収録に立ち会ってくださいました。ありがとうございました。さあそして次は朝比奈先生からのメッセージであります。 CD を送ってきてくださいました。お待たせいたしました。平家歌物語完成しましたので送ります。平家物語をモチーフにして5曲の組曲としてみました。日本史はお好きかどうか分かりませんが、お聞きいただければ光栄です。朝比奈先生、来週お届けします。祇園精舎をお届けさせていただこうと思っています。私好きです。最後の先生の裏声、平家イケイケのあそこも好きです。皆様お楽しみにお待ちください。そして今回は平家歌物語では、いきなりでは重いということで、不自然ではありますが CD にアザースが先に来ています。歌と演奏は相変わらず素人の息を出ず、お恥ずかしい限りですということで、朝比奈誠先生からいただきました。ありがとうございます。高難大日野特別支援学校の朝比奈先生です。ね、こうやって、特別支援学校の先生たちがこうつながるのも本当に嬉しいと思います。さあそしてそれを受けまして、今度はるんちゃんからです。弥生様、朝比奈先生から私のところにも平家歌物語 CD が届きました。どうしてこんなに次から次へと歌ができるのでしょうか。先生の頭の中を覗いてみたいです。9曲の中から歌え喜びの歌が私は好きです、とこのアザーズの方のね、ところに、添えられている
この歌が好きですというふうにいただきましたので、これもねるんちゃんからのリクエストということでまた改めて書けます。朝比奈先生お体に気をつけてねといただきました。そして後半はよいジャイアンさんへのメッセージです。ここからの夜明け、綺麗な曲ですね。主人が亡くなってからたくさんのラジオ仲間に支えていただき感謝でいっぱいです。娘のお腹にただいま7センチの小さな命があります。この手で抱きしめる日が楽しみです。またハグザライフ命を抱きしめようです。まさにですね。これからもラジ友としてよろしくお願いいたします。ルンといただきました。よいジャイアンさん聞いていてくれてますかねえ。ルンちゃんがおばあちゃんになるわけです。わお。ということでラジともいいな、朝比奈先生からつないで、そしてまたルンちゃんからよいジャイアンさんに、よいジャイアンさんからルンちゃんへということでね、本当に嬉しい限りであります。さあそして、ハグ初めて聞きましたという佐伯さんからのメッセージ。リラの家の佐伯さんから。リラの家は神奈川県立子ども医療センターの患者家族の滞在施設であります。あゆらさんこんにちは。今日は午前中フリーなので夕食準備、保存食、掃除、 BGM にラジオ、雑音が多く止めようかなと思ってちょっと腰を下ろして、ダイヤルを合わすと、え、あゆらさんの声ではないですか。こんなにすっきり FM 戸塚さんが聞こえるとは。やっぱりあゆらさんの声だ。そうか、火曜日も番組をお持ちでしたね。ラジオの絆、土曜日にはいつもメッセージをくださるリラの家の佐伯さんです。しっかりと聞こえますよ。発見、 FM 戸塚はラジオで聞けるんですよ。皆様、今まで FM 戸塚はパソコンでのみ聞いていたものですからねと急いで送信します。あゆらさんといただきました。佐伯さんどうぞハグの、この番組もこれからもよろしくお願いします。そしてラジともにみんなでなっていくこの輪ができていますのでどうぞよろしくお願いいたします。ハグの皆様もリラの家の見学会にお連れしたいなとも思っているところです。さあそして次はよいジャイアンさんから。やよいさん楽しみに聞いてます。いよいよ梅雨ですね。テンションが下がります。そっか、やよいさんは、うん、私は梅雨もまたよしと、連続エッセイの水尾さんがね、半年分のさまざまなものを洗い流す梅雨ですというふうにねエッセイ書いてくれて、なるほどと思っています。どうですか、こんな風に考えてみては。よいジャイアンさん、6月の楽しみ教えてねといただきました。はい、早速今日息子とデートすることですね焼き鳥屋さんに息子と行ってカウンター席2人で並んでマスターとも話しながら野球の話をしながら食べてきますよいジャイアンさん、今日はリクエストあなた生き物係、ジュジュありがとう、かけられずにごめんなさい。ツバメを見ると弥生さんを思い出しますよ。スタジオのすぐそばにもねこのモレラの1階の、横浜銀行の、ATM のそばにもライトがあるんですけれどもね、そこにあったかいんでしょうね。ツバメが巣を作って、この前も初めてお会いしたおばさまと上を見上げてね、かわいいねと話してまい、りました。よいジャイアンさんありがとうございます。さあそして最後、これ8通目になるかな、締めくくりは浜のバタヤンからです。バタヤンの CD も今日はお届けできませんが申し訳ありません、またかけます。あゆらやよい様、いよいよ梅雨の季節になります。稲穂にとっては最も大切な時期ですね。さて今回は去る5年前、平成25年4月25日にあの世に旅立ったバタヤンの CD をリクエストします。全曲をリクエストしますのでよろしくお願いいたします。赤貧、ひどい貧乏の幼年時代から、小学校も途中で退学し、周囲からバカにされ、今に見ておれ、見返してやると一念発起し、一時代を築きました。おーすという挨拶で、
親しまれた庶民的な歌手田畑芳雄、94歳での天寿を遂げ大往生でした。円熟した壮年期の歌声をファンの皆様と共有したくリクエストします。浜野バタヤンといただきました。浜野バタヤン、このね CD のジャケットを見ましたときに、七三分けの田畑芳雄さんのこの CD、 ちょうどね連続エッセイを寄せてくれるこんちゃんが通りかかったものでね、あのバタヤンからも届いているんだってお見せしたところ、ああ次男の優雅にこの七三分け田畑芳雄さんそっくりというふうにね言っていましたよ、ね、きちっと分けた七三分けの田畑芳雄さんのジャケット、ちょっとだけ恥ずかしそうなこの目と口元がチャーミングです。優しい方だったんだろうなと思います。また書けます。ということで今日のお便りコーナーたくさんいただきました。本当に皆様ありがとうございました。さあお手紙をめくる音もね皆様のところに届いたかもしれませんね。たくさんいただきました。ありがとうございます。この番組は何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上4社の提供でお送りしました。それではまたお元気でお耳にかかりましょうね。ハグザライフ、命を抱きしめよう、あゆらやよいでした。さようなら。